野村作銭形平士取物控えおさん織物調べ一えいグラジガラッパチガラッパチは人気が悪いなごうだから八とか八号と,とか言っておくなさいなつまらね身を張れやがるなそばに美しい心臓でもいるときは八んとか八兄とか言ってやるよ 普段使いはガラッパチでたくさんだ。贅沢を言うな。情けにあだ名を取っちゃったものさね。せめて、銭形の平治親分の片腕で、小判型の八五郎とかなんとか言や。バカ野郎、人さんは見て笑ってるぜ。お笑いで目やなんか切れ上がって。うん。鳥物の名人、銭形の平治と、その子分、ガラッパチは、そんな無駄を言いながら、浜町菓子を両国の方へ、 歩いておりました。会えばつまらない無駄ばかり言っておりますが、二人は妙に気のあった親分子分で、平次のような頭のいいおかっぴきにとっては、少し伸びその少ない、その代わり正直者で骨惜しみをしないガラッパチぐらいのところが、ちょうど手頃な助手でもあったのでしょう。ところで、八うん、<い>ありがてえごとに、今度はガラ抜きときたね。何です、親分。 今日の行き先を知っているだろうな。知りませんよ。いきなりワイオンがさあ行こうって言うからついてきたんで。自分は自分だから大方百尺でも覆ってくださるんでしょバカだね。相変わらず怒らせることばかり考えてやがる。今日のはそんな気の引いたんじゃねえ。えそうすると、いつかみたいに食わず飲まずで人間は何にやるけるかお前に試させるんだ。 てなことになれはしませんかいや、そんな罪の深いのじゃないや。変なことを聞くようだが。てめえ、体を汚したことがあるかい体を汚す掘り物があるかということだよ。実は今日、両国の谷村に掘り物自慢の会というのがあるんだ。ええー、これから覗いてみようと思うんだが、ノミが刺したほどでもいいから、体に掘り物のないものは入れないことになっている。 それなら大丈夫で。あるかいあるかいは情けねえ。この通り。合わせの裾をまくってみせると、なるほど。ガラッパチの左の足のくるぶしに、筋彫りで小さく桃の実を掘ったのがあります。ふっふっ。その彫り物の方が情けねえ。そういったって、これでも飲みのさした後よりはでかいでしょ痛い、そんなことを言う親分こそ、体を怪我したことはありますかい真似をしちゃいけねえ。 何遍も、親分の背中を流してあげたが、水臓、掘り物もあるのに気がついたことがねえが。そりゃ、手目が閉じたからだ。掘り物は確かにある。ちょいと、見せておくんなさい。お笑いで裸になれるかい。割り付けや外人じゃあるまいし。見ておかねえと、なんとも安心がならねえ。向こう行って、木戸でも疲れると、銭形の親分ばかりじゃねえ。この八五郎の恥だ。余計な心配だ。 無駄を言ううちに、両国の橋爪、大院場の裏の一角の料理屋のうち、一番構えの大きい種村の入り口に着きました。いらっしゃいまし。ゼリヤタのおやがおいでだよ。し。大きい声で奥へ通すの平次は半分メ顔で抑えました。種村の前に世話人が4、5人。怪しげな羽織などを引っ掛けて、 いちいち出入りの人の体を調べて、手形代わりに彫り物の有無を見ておりますが、平時は顔が売れているせいか、ぶさ法な肌を脱ぐまでもなく、そのまま軌道を通されて、奥へ案内されたのです。顔に面した広間を三つ四つぶっこ抜いて、いかにも彫り物自慢らしいのが、もう五六人も集まっておりますが、平時は別段その中から、 人の顔を物色するでもなく、おやおん、石原のが来ていますぜ、と、それを引くガラッパチを目で叱って、隅っこの方へ神妙に差し控えました。二、彫物というのは、元は罪人の入れ墨から起こったとも、野蛮人の猛獣脅しから起こったとも言いますが、 これが盛んになったのは、元禄以降、特に法歴、名は、完成と、加速度で発達したもので、平時が活躍してきた、寛永から明暦の頃は、まだ大したことはありません。図柄でもわかる通り、大模様の彫り物の発達したのは、歌舞伎芝居や浮世絵の発達と一致したもので、今日残っている栗からもんもんという言葉は、三代目、 中村歌右衛門が江戸に下って両腕いっぱいに彫り物を描いて栗か太郎を演じてから起こったことだと言われております。この物語の時代には文字や図案めかしい簡単な彫り物がようやく絵に進化しただけのことでまだ大模様やぼかし入りや浮世絵風の精巧な図柄はありません。しかし珍しいだけに 世の中の好奇心の方はかえって盛んで、こんな会を催すと、江戸中の彫り物自慢は言うに及ばず。飲みのさした後のような彫り物を持っている人間までが、見物方々やってくるという騒ぎだったのです。やがて上国の八つが遅れて、七つまでに集まった者が九十八人。それにいちいちくじを引かせて、 番号順に肌を脱いで、みんなに見せなければなりません。第一番は、とびの者らしい若い男で、胸へひょっとこの面を掘って、背中へは、おかめの面が掘ってあります。誠に、とぼけたもので、相当手が込んでおりますから、その時代の人には珍しく、わっと褒め言葉がかかりました。次に出たのは、中も者らしい三重男。 まっぴらごめんね。くるりと尻をまくると、両方の尻にカエルとナメクジを掘って、ふんどしの三つの上に小さくヘビがトグロをまいております。第三番目に出たのは、背中へ桜の一枝にひょうたん、完成、天保以降のように手の込んだ彫り物ではありませんが、これもその自分の人の目には相当立派に映ります。 こうして98人裸にして押し並べそれ世話人が等級をつけて第1等には白米が1票第2等には反物一反という具合に褒美を出す仕組みその後文化8年に一度天保の5改革に一度彫り物5ハットになりましたが大体この協議会の方は維新近くまで頻繁に催されましたから 年をとった方で、今に記憶している方も少なくないことでしょう。ガラッパチのくるぶしの桃などは、あまりけじなんで吹き出させてしまいましたが、不思議なことに、銭形平時の彫り物は、ちょっと当てました。肌を押し抜ぐと、背筋を真ん中にして、左右へ三枚ずつ、真田の門のように、六門線の彫り物。これは、なんとなく気が利いておりました。 さて、いよいよ98人、全部裸になってしまって、この日の一頭は、胸から精かけて、胴いっぱいに、狐の嫁入りを掘った遊び人と、背中一面に、大津への藤娘を掘った織助とが争うことになりましたが、いよいよ、これが最後という時。わしらも、見ておくんなさい。ぱっと着物を丸めて、万座の視線の長い。 飛び込んだ男があります。なんだ無傷の体じゃないか色が白いだけじゃ強しねえどいたどいた世話人が駆けのけるようにすると俺の彫り物はこの下なんだ所人にひけらかすような安い絵柄じゃあねえ白木綿を一旦も巻いたろうと思う新しい腹巻きをくるくるとほどくとその下から現れたのは真っ白な赤腹を。 見巻きハンモを巻いて、へその上へ鎌首をひょいともたげて、赤い炎のような舌を吐いている蛇の彫り物。おお<う>、九十八人の彫り物自慢で集まった人たちも、思わず簡単の声をあげました。見ると、白石チョーク、ローの超順を思わせるようないい男。人当たり、 一座の騒ぎ呆れる顔を、黄昏の色の中に見定めると、腹巻をくるくると巻き直して、丸めた着物を小脇に買い込むと。ごめんよ。足は、忙しい体なんだ。白米は、後からもらいに来るぜ。おう、待ちな。という声を後に、二階の縁側の欄干を越えると、久しを渡って、波乱倍に。 ごかか用続いて飛びついたのは戦国から虎視眈々として一座を眠ま回していた石原のリスケ縁側へ飛び出してくせ者の後ろから欄干を越えようとする前へちょいと親分私の彫り物も見てやってくださいなと立ちふさがったものがありますええ邪魔だあれさ 石原の親分。あんなヒョロヒョロ蛇よりもっと面白いもの、お目にかけようじゃありませんか。かみについてリスケを引き戻したのは、この店の女中とも客ともつかぬ、変な様子をしておりますが、22歳の滅法美しい女。えい、何をしやがるんだい。てめえのおかげで大事な取り物を逃がしたじゃないか。女を突き飛ばしたリスケ。 同じく屋根を渡って下へ飛び降りましたが、ほんのしばらく手間どるうちに、怪しい男はどこへ逃げたか影も形もありません。一方、リスケに突き飛ばされた女は起き上がると思いのほかゲロリとして。彫り物がありさえすりゃ、女だってかわやしませんわね。少し媚を含んだ調子で世話人のほうへやってきました。おら、ア お前さんを入れてちょうど100人だ。みんなこうして薄寒くなるのに裸になって待っているんだから。お前さんにも肌抜きになってもらわなきゃならないが、承知だろうな。そんなことは何でもありはしません。何、先頭へ行ったと思うや。女は自分を励ますようにそう言いながら、それでも少しはにかむ風情で腹を押し脱ごうとしました。 二拍の瞳が好奇心に燃えて八方からチクチクするほど見合っている中、黄昏かけたとは言ってもまだ十分に明るい川添の広まで。不思議な女はさっと玉の肌を晒したのでした。おお<う>、百人が百人、簡単の声を上げたのも無理はありません。白羽舞台に紅を包んだような滑らかな 美しい肌に、彫りも彫ったり、首筋にネズミ、左右の腕に牛と虎、背に竜と蛇、腹にウサギと馬、上半身に十二子のうち、根、牛、虎、ウ、タツミ、馬の七つまで、墨と種の二色で、糸も鮮やかに彫ってあるのでした。女はさすがに身を恥じて、 二つのちぶさを棚心に隠し、八方から投げかけられる視線を痛そうに受けてうずくまりました。ちょうどそこへ、石原の利スは広い梯ごたんを二つずつ飛び上がるようにやってきたのです。女どういった余計なことをしやがんで。とうとう癖者を逃がしてしまったぞ。ここにいるよ、石原の親分。 ディスケも、さすがに立ちすくみました。一席切って飛び込んだ花の先へ、匂うばかりに半裸体の美女。しかも、その上半身には、十二子のうち七つまで、羽舞台に描いた愛栄のように、見事な彫り物がしてあるのです。お前は何だ女よ。少しお天場だけれど。その彫り物はご覧の通り、十二子さ。根から馬まで。 あとの五つを見たかったら、面を洗って出直しておいで。なんだと、女女はそういううちにも、肌を入れて、前妻を直しました。も物は、私がもらったよ。皆さんさようなら。小腰をかがめて、滑るように出ようとすると。待て待て。お前は戦国の野郎の仲間だろう。叩けば誇りの出そうな体だ。晩鐘まで。 ちょっと来いと、追いすがったリスケ、先へ回って、大手を広げます。ちょうど、その時でした。お、俺の髪入れがない俺の羽織がねえぞ。大変着物がなくなった。という騒ぎ。九十八人、ことごとく、裸体になっているのですから、その被害は大変です。泥棒は多分、戦国の、 蛇の掘り物の男の騒ぎから、引き続いて女の掘り物の騒ぎの間に仕事をしたのでしょう。まるっきり裸にされたのが二十二三人、あとの七十何人も何かしら取られないものはないありさまです。三。そやぶん。一体あれはどうしたことです 九十何人裸にされぬのを、釣り型の親分が黙まっているという方があるものですかと、だらっぱし、種村の詐欺を後にしての帰り道、あまりのことに、平士に食ってかかりました。はっはは。おめえもそう思うが、いや、面白次第もないと言いたいが、実は少しばかり心当たりがあって、多分、あんなことになるだろうと思っていたんだ。<laughs> えだから、 てめえにも、着物や持ち物に気をつけろと言ったじゃないか。それに、人の言うことを空身に走らせるから、平時の古文の柄っチともあろう者が、財布を盗まれるようなヘマをやるんだ。まさに、一言もねえ。あの中で、一品も取られねえのは、親分だけでしょうよ。石原の親分が、タバコ入れをやられたのは、大笑いさ。バカ野郎、余計なことを言うな。えそれはそうと、 石原の親分が縛って言った、あの綺麗な都市間が、やはり癖者でしょうかねそんなことがわかるものか。俺は小泥棒をあげに行ったんじゃねえ。十二市組の残党が何人来るか見に行ったんだ。えお前も知ってるだろう。一頃江戸を荒らしまった十二市組。元は強い者いじめをする悪侍や、ならず者を凝らすつもりで、 12人の仲間が、めい,めいの干支にちなんだ、体に十二支を一つずつ掘り戻したんだが、だんだん仲間に悪い奴ができて、ゆすり、語り、野党うやじり切りから、人殺しまでするようになり、12人別ればかりになってしまったという話は、お前も聞いているはずだ。へじが、案外、しんみり話し出したので。へえ、2、3年前に、そんな噂がありましたね。 ガラッパチも引き入れられて、真面目に受け答えをします。ところが、近頃妙なことがあるんだ。え,えちょいちょい人殺しがあるが、検視に立ち会ってみると、それが大抵、十二子のうちの一つを体のどっかに掘っているんだ。えどうだこの謎はわかるかいえ感心したような顔をするから、わかったのかと思うとなんだ 仕事って行きませんよ。二人はそんな話をしながら、平治の家へ帰ってきました。銭形の平次も全くこの時ほど迷ったことはありません。近頃貧品として行われる太ちの悪い押し込み強盗やじり切りは、どう考えても、一、二年この方のさばり返った十二支組の仕業に相違ありませんが、その十二支組の仲間と思われるのが、切られたり、 くびられたり、水へ突っ込まれたり、この間から五六人も死骸になって現れたのですから、十二子組が仲間割れしたか、それとも第三者で義憤の死がそっと十二子組を片付けているとでも思わなければなりません。掘り物自慢の会に十二子組の仲間らしいのは、蛇の掘り物の男より他には一人も来た様子はありません。すると、 あの上半身に十二指のうち七つまで掘った美女。あの石原の利スに縛られていった女。というのは何だろう平次は腕をこまどいて考え込んでしまいました。ゼニ型のワイフン、ちょいとお顔を拝借させてくださいませんか磨き抜いた格子道を開けて陰銀に小腰をかがめたのは石原利スの子分で、 聖二郎という中年男。歳は平時よりだいぶ上でしょうが、おがっぴきの子分よりは飽きんどといった感じのする、目から鼻へ抜けるような太ちの男です。もっとも頭の良い平時には少し感情の合わないッっチがちょうどいい相棒であったように、石原の利助のような歳を取った伝統主義のおがっぴきには、こうした世災にたけた子分も必要だったのでしょう。 おお、ス次郎兄か、用事は何だと、平次。大変なことが起こりました。ちょいと親分に八丁堀までお出になるように、と、笹野の旦那様のお言葉添えでございます。愛美人の知算にとった裾を下ろして、少し絵ましげに傾けた顔は、全くリスケの古文にはもちろんない人柄です。どうしたと言うんだい えその、種村で捕まえた女を連れてきて、改めて見ると、彫り物は半分消えちまったんで。ああ、そんなことか。親分はもうご存知で知ってるわけじゃないが、お方、そんなことだろうと思ったよ。実は、俺もその手を用いたんだ。背中へ合い積みで、六文線を書いていったが、濡れ手ぬぐいで拭くと、綺麗に消えるよ。えそれと、親分の彫り物は、 ペテンだったんですね。と、ガラッパチ。当たり前さ。俺は親からもらった生身を汚すことなんか大嫌いだよ。へえ<ー>。二人の子分は全く開いた口が塞がりませんでした。すると、あの女は何の目当てで彫り物なんか書いたんでしょう。と、イジロこれはなるほど、ガラッパチよりは事件の急所を知っております。 それがあってしまえば何でもないんだが、まだ少しばかりわからないことがある。笹野の旦那のお言葉ならいかないわけにはいくまいが、俺はもう少し考えをまとめたいことがあるんだ。そないが、聖次郎兄は、うちの八の野郎を連れて、一足先に行ってみてはくれまいか。へえ。それから念のために言っておくが、女の体を濡れてぬぐいでよく拭いた上、髪をほどいて、 頭の字を見てくれ。頭の字に何にも変わったことがなきゃ、あの女に用事はないが、毎日あの頭に違惑のある女なら、逃がさないようにって、石原の兄へそう言っておれ。へい<っ>。四。二人の子分、聖治郎とガラッパチは宙を飛んで、 八丁堀へ駆けつけました。よりき、笹の新三郎の役宅へ飛び込んでみると、女はまだ町奉行所には送らず、庭先にむしろを敷いて、荒かろうそくの下で体を拭かれております。ふとどきな女だ。放り物なんぞ駆け上がって、なんてことをするんだい。始終を越した石原のリスケが濡れてぬぐいで若い女の肌を拭いているのは、 あまり結構な図ではありません。後ろ手にほんの形ばかり縛られた女は、ほかに痛々しく身をくねらせて、リスケの荒くれた手に遠慮会釈もなく漁師を吹かせております。左には瞬く赤いもし火、右上からは青白い月。女の顔も肌も二色に照らし分けられて、その美しさは異様もありません。 赤い灯火に照らされた方は軽い苦悩に引き歪んで少し熱を帯びたように見えると青い月に照らされた方は真珠色に光って新陳として全ての情熱がよどんで見えます笹の新三郎はさすがに見るに白見ないか表を背けて月を眺めております小物折りつけ手合いは物の隅。 建物の影などから後期に燃ゆる目を光らせて、この半裸体の女の不思議な悪らいを見物しておりました。はい、鍵の女だ。なんだってまたこんなバカなことをしたんだ。早く言うだけのことを申し上げてしまって、旦那様のお慈悲を願え。お前はあの蛇の掘り物の男を知っているだろう。あれは十二支組のものとにらんだが。 にいるなんというものだ。うん、物を言わないつもりだなそれもよかろう自慢じゃねえが俺は少しばかり腕が強いんだぜ幸いお前の掘り物を洗い落とすついでに一皮いでやろうじゃないか石原のリスケを三助にするなんぞお前にとっちゃ一台の褒れだリスケの左の手が女の丸い肩にかかると 右手に持った濡れ手ぬぐいが恐ろしい勢いで女の背から肩から腕を摩擦し始めました。あ、身をねじ曲げてもがく女。ええ、動くと当たりが強いぞ。ピシリッと肩になるリスケの手。女の肩から腕から背かけての皮膚。歯舞台のような美しい皮膚はリスケの恐ろしい力にすりむかれてみるみる。 血がにじみ出してきました。んー。合情に耐える唇から、せいせい漏らす息につれて、破れた笛を吹き続けるような、無残な悲鳴が、ひーひと、断続します。うん。これにすけ、リスケ。新三郎は、見かねて手を挙げましたが、旦那、放っておいてください。こうでもしなきゃ、素直に口を開く同じゃありません。 やろう黙って見ていずに、視野で守ってはい。リスケは振り返って、もう一人の子分にそんなことを言います。ちょうどそこへ、ガラッパチと聖二郎が飛び込んできました。平地親分は後から参りますが、その前に女の髪をほどいて、頭の字を見てくださいって言いましたよ。頭の字に何にもなきゃ、ただの女だが、何か違和感がありゃ、 大事な女だと言いましたよ。と、ガラッパチ。自分の親分は預言者のように心得ているだけに、こういう声もなんとなく誇らしく響きます。よし。リスケは案外素直に答えて、女の乱れかかった髪の中から元湯を探しました。古文にハサミを持ってこさして嫌がるのを無理に切ると、竹なす黒髪が、 さっと手に絡んで、水のごとく、後ろに引きます。えい、ジタバタしたって、どうにもなる場合じゃねえ、しるかにしろ。女の頭を、膝の間に挟むように、乱れ髪をかき分けて、ろうそくの明かりを近づけたリスケ。何を探し当てたか、おと、たじろぎました。途端に、ろうそくが斜めになって、 呂類があったらたらと女の方へ。女は熱いとも言わず、静寧な瞳をあげて、よりも恨めしそうに、リスケの顔を見上げました。どうした、リスケ新三郎も思わず、縁側から降り立ちました。ろうそくの明かりを中心に、女の頭の上に顔を集めると、濃い黒髪の字に、 藍色に描かれたのは、紛れもない、一匹の、ネズミの彫り物。お、おう驚く、新三郎の顔へまともに。馬鹿にしちゃいけねえ。十二仕組の、おさんあれほだ。臭い息なんかかけると、罰が当たるよ。桃色の短歌が、月下へ、虹のごとくかかります。 五。その晩、ゼリガタの兵士が八丁堀へ駆けつけた時は、笹の新三郎の役宅は、上を下への大騒動でした。十二士組の女資料で、頭の字へ、ネズミの掘り物をしているおさんが、誰の手を借りたか、見事に縄を切って逃げ出してしまったのです。兵士、遅かった。大変なことになったぞ。 と笹野新三郎。さすがに役目の手前、奉行所へ送らずに、自分の役宅から逃げられたでは、申し訳が立ちません。旦那、あの女が十二支組のお三と分かれば、かえって筋がはっきりしてきました。ご心配にはおいません。平次は、大して驚いた様子もなく、いつもの平静な調子で、お三が抜けたという縄の切れ目などを見ております。お前を、 何もかもわかっているようだが、少し話してはくれまいか。へえ。何もわかっているわけじゃございませんが、これだけは確かでございます。十二支組の残党で生き残っているのが、ネズミの掘り物をしているおさんと、蛇の掘り物をしているミノキチと、イノシシの掘り物をしているイタロウと三人だけですが、その三人が何か命がけの争いをしているらしゅうございます。 とにかく、おさんの隠れ家だけでも、すぐ突き止めてまいりましょう。どこへ行くつもりだ何あれだけの十二子を女の肌に描くのは、絵にしたって心得がなくちゃできません。足の背中へ六万線を描いてくれた人形町の掘り立つの顎を探ったら、大方、女の住処かのあたりがつきましょう。ごめん。平次 ふらりと八丁堀の薬卓を出ました。人形町までは若い兵士の足では本当にとっ走りですが、掘り立つへ行って聞いてみると、さて、思ったように簡単には拉致が飽きません。そんな心臓がきましたよ。親方が六門銭をかかせて、お帰りになったすぐ後でしたが、何でもお茶番をやるんだから、腰から上、七つだけ十二詞を書いてくれ。 とかいう、注文じゃありませんか。断る筋のものでもありませんから、二時ばかりかかって、寝切りに書いてやりましたよ。町どころは知りません。あんまり綺麗な女だからって、若い者が後で騒ぎましたが、この辺で見たことのない女で、探しようがありません。だがね、親分。絵を描いただけでさえ、あんなにいい心持ちなんだから、こちらから金を出しても、 あの、羽二重のような肌へ、存分な図柄で、掘ってみたいと思いましたよ。彫り立つは、こんなことを言いながら、名人らしく、わだかまりもなく笑っております。少し大きい口を聞いて、笹の新三郎に分かれてきた平次は、しばらく、去りも会えず、彫り立つの戸口で、うなっておりました。六。 話は少し前後しますが、誰やらに縄を切り離されて、そっと物から連れ出されたおさん。少し痛む体を我慢して、導かれるままに、そっと裏門を抜け出しました。ほんの一日を行くと、とある路地から小手招きするものがあります。疲れ果てたおさんは、それを疑う気力もなく、ふらふらと入っていくと、突き当たりは、ちょっとした下田や、 開け放したままの入り口を入ろうとすると、後ろからパッと飛びついて横抱きにしたものがあります。あ<っ>と、驚く隙もありません。ようやくほどいてもらった縄をもう一度かけ直したばかりでなく、今度は念入りに猿つ穴まで噛ませて引きずり上げます。こんなことをするくらいなら、最初から縄付きのまま引っ張り出してくればいいはずですが、それでは、 人目に立つとでも思った細工でしょう。奥へ担ぎ込まれて放り出すように引き据えられたおさん。思わず辺りを見回すと目の前に座っているのは細てに青髭の目立つちょっとすごい感じのする若い男。おさん、久しぶりだな。少し屋根下がりにギンゲセルを噛んで 妙に眼竹の多い美笑を送ります。あ、お前はいた。驚く、おさん。こういったつもりですが、猿靴はおかまされておりますから、元より声は出ません。恐ろしく苦痛を忍んで、わずかに負けじ魂の目を光らせます。<laughs> 思い出したが。どうだ、おさん。お前と俺との間には、 まだすまない感情があるはずだ。今晩は人思いに、それを決めようと思って連れてきたんだ。猿ルグツをかませちゃ気の毒だが、大きい声を出されると厄介だ。少しの間、我慢をしてくれい何お前は怒ってんのかはっはは。<laughs> が気に入らないんだろう。よしよし、ほどいてやる。その代わり、 間違っても大きい声を出すと、一思いに、今ざしだよ。イタロはそう言いながら、立ち上がって、おさんの猿ぐつわをほどきました。もっとも、同時に脇出しを一本、縛られたままのおさんの前へ置くことを、忘れるような男ではありません。さあ、これでよかろう。とにかく、あの発鳥りの組屋敷から、お前を助けてきたんだ。 俺はお前のためには恩人だ。少しは素直に言うことを聞いてくれるだろうな。あたりには誰もいません。親分に遠慮してみんな外へ出てしまったのでしょう。伊太郎の執念深そうな青い目だけがおさんの美食に絡みつくように、その顔から首筋から縛られた胸を見つめております。おさん、手っ取り早くよ。 俺とお前は昔の仲間。三年前に別れ別れになって、今は十二仕組みもあるわけはねえが。俺はどうも、お前が忘れられねえ。ないない様子を探ると、お前は美乃吉と夫婦みたいに暮らしているようだが、それはお前、悪いけんだぜ。美乃はあれから身を持ち崩して、泥棒、矢じり切り、手殺しまでやるそうだ。 いわば、十二士組の辛いおしさ。そんな悪い人間をあきらめて、俺のところへ来るがいい。近頃、処方が当たって、金もだいぶできたから、お前に不自由させるようなことはねえつもりだ。ほだまり。おさんは、たまにかねてこう言いました。何たまって聞いていりゃ、なんだとえみのさんは、泥棒や人殺しをするから、別れろって バカも休み休みをいいよ。泥棒や人殺しはお前の方じゃないか。その上、昔の十二士組の者が自分の素性を知っているのが恐ろしさに、お前は仲間の者を片っ端から殺して歩くって言うじゃないか。誰がそんな檻のような奴の言うことを聞くものか。私は十二士組の大姉子で、お前は一番の新米のイタロウじゃないか。 バカも休み休み言わないと承知しないよ。少し、声が高いぞ、女。これが見えないか伊太郎は、ドギドギするのを取り上げて、おさんの胸、ぴたりとつけました。さあ、殺しておくれ。殺されたって、お前なんかの。半分がせず、伊太郎は飛びつくように、もう一度、猿ルグを噛ませました。 ええ、やかましい女だ。もう少し小さい声で物を言え。野中の一軒家じゃねえぞ。しばらく考えさせてやる。明日になっても五条を張ると、お前ばかりか、身の吉の命はねえぞ。俺はあいつの巣を見届けているんだ。ちょいと、笹野の旦那へ教えてやりゃ、ごご問題に登る野郎だ。おさんの 美しい目が深遠とふんのに燃えるのを、イタロは面白そうに、いつまでも、いつまでも眺めております。七。親方、わかった。その翌日の夕刻、ガラッパチは転がるように、平治の家へ飛び込んできました。何がわかった情けねえな、親分。 しっかりしておくんなさい。一日と一晩、しは寝ずに働いたんだ。ぐらっぱじ。俺は寝ずに考えたんだ。考えたって、これがわかるわけはねえ。足の裏にほろび物のある人間は親方。し、小さい声で言え。三人で手分けをして、八丁堀から両国まで、戦湯という戦湯を一軒ずつ歩いたんだ。どこの番台で聞いても、 足の裏に掘り物をしている人間なんか見たこともねえって言いましたぜそれじゃ分かったというのは何だいどっかい話はこれからだ一日一晩歩き回ってすっかり汗になって町内の銭湯へ行って何気なくその話をするとどうだい親分東大元暮らしだこの町内にいるぜ足の裏に掘り物をしてんのか裏っ端の声は物々しく 低くなります。誰だ驚いちゃいけませんよ。石原のリスク親分の一の子分、あの聖次郎。なに、なんだと平次は、この時ほど仰天したことはありません。それから、笹の新三郎の役宅に飛び込んで行って、一時ばかり密談をすると、何気ない様子をして、聖次郎を呼び出させました。まさか悪事露見とも知らず、 のこのこやってきた聖次郎平次とガラッパチと二人で取って押さえるのに、どんなに骨を折ったことでしょう。縄をかけて足の裏を見ると、ちょうど土踏まずのあたりに、ほんの一寸五ばかりの小さいイノシシが掘り戻してあったのです。弁解がましいことを言うのをそのままにしておいて、聖次郎の家へ駆けつけてみると、二三人の子分がお産を縛り上げて、 せめさいなんでいる最中、バタバタと縛り上げて、事情は一瞬の間に解決してしまいました。十二支組の一人、イタロウが、自分の悪事の妨げになるので、素性を知った昔の仲間を片っ端から殺しましたが、お三の美食に未練があったばかりに、とうとう最後の二人でつまずいてしまったのです。 これだけの細工をしながら、一面は都市格好まで変えて、リスケの古文として分別臭い顔をしてきたので、どうしても捕まらなかったのは無理ないでしょう。三ロ吉の隠れ家もすぐわかりました。これも伊太郎の手ごめにあって、九死一生の危ないところを救われ、平時の鳥なしで少しばかりの罪はそのまま流してもらいました。 ミノちが彫り物自んのいへ出たのは、日陰の見ながら、あの見事な蛇の彫り物が見せたかったためで、おさんはそれをっして、彫りたつに十二しを描かせ、彫り物自んのいを騒がして、男の気球を救ったのでした。平じは十二ぐ組の秘密を読むことができないために、随分長い間苦労しましたが、おさんのネズミが頭の字にあり、ミノ吉の蛇が、 腹に巻きついているのを押して、イタロウのイノシシは足の裏にあるに相違ないという結論に到達したのでした。一つは、十二支組の彫り物がことごとく人目につかぬところにあったのから思いついたわけです。彫り物発達の最初の項に、こうしたロマンスもあったということを話すのが、この物語の目的です。 平時の情けで、めでたく夫婦になったことや、生業について長生きをしたというようなことは、冒頭、ここへ書くつもりはありません。